どうも、エルザーです。それでは、バイオハザード RE2 やっていきましょう。めっちゃね、なんかね、めちゃくちゃ密集してるね。よし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 
若干倒しとけばよかったかなという後悔もしつつ、通っていってプレスルームなしなしなし。ここやばそうだよね。やべ、来た。さあ通っていって、最悪なパターンはここのやつらが起きてない。よし、警備室はあれだから、くるっと回って待合室行くと屋上に出るのか。これ回収の、非常階段上がりの、グリーンハウス助かるな。よし、でここがステードで開けて、さすがにここ来るか。ここが何だったっけ、ここ待合室だよね。待合室、あ、はいはい、1,2,3,4,5、違う、1,2,3,4,5,6の1,2の1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11、また1 そう、メモしてたのがね。お、マズルブレーキ、マチルダ、こっちか。ほう、あ、こっち行ったら戻るしな。美術室もちょっと行きたい気が。いーっと、あー、まったく。1、早いって。あ、そういうことか。あーは、やべ、ボス来た。これは引き返す。これ入ってくんのかよ。そしたら組み合わせて、もう、これ?あ、はいはい。至って冷静に。もうね、もらうのは、もうもらうのはもらうからね。はい。はい。もうもらうのは分かってる。はい、開ける。通る。で、捨てる。捨てる。この後一発もらうんだよな。どっちみちさ。ウィーリッカー来たよ。よし、カードゲッチュ、カードゲッチュ。ちょっと待った。それもゲッチュして、耐えれるか?いやー、逃げますけど。よし、よしよし、よしよし、よし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 、よしよし。あー、つれー。出て、降りて、ここ行きたいんだけど。これ行きたいんだけど。もうめっちゃ密やん、さっきの。やめてくれ、ほんと。問題は、図書室入って、降りて、ラウンジ行って、よし。いや、でもさっきのところ、リッカーいたのはやべかったな。
ちょっと配置頑張りすぎじゃね？あれ。マジで。詰めすぎよ、あれは。こっちほぼ3発で死ぬんだ。あー、ここじゃない。そうだ、この前に1回宝石箱を取らないと。で、最悪なのはここに戻ってきた瞬間やつがいるってパターンやね。もうほぼ鬼ごっこやんこれ。まあそうだね、どうせ次はボスだし、ボス倒してどうなるかっていう感じなんだけどな。いやさあ、ゲット、あ、ちゃちゃちゃ、これは取って、こうで預けて、あれ、ショットガンともこんななかった？あー、二重がセットか。もう取る気満々やかい、ね。これは預けて。ナイフないし、せめて先行は持っとくか。いや、やばいね。ロッカーは、あれだよ。ボタンなくても。めっちゃ音するね。使って、きたー。こうでしょ。さあ、ショットガンほぼゼロ距離やね、撃つならね。嘘だろ、どっちが来る。抜けるなら、できれば戻ってこっち行きたいよね。こう言ってくれてることを願いつつ、回復、まあ一発はもらってもいけるか。なんかね、こっちから音がしてる気はするんだよね。そんな気がするんだよね。ポチッとな。もういいよ。もうね、あのね、何回もね、取り直すのはめんどくさいから、何回でセーブしてやる。いやー、マジで。あの野郎、マジで。倒せる機会やったら絶対倒してやる。で、ここやね。よし。この階を抜けて、よし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 。いやー、でもね、どこまで来てどっから入ってこないのか全く分かんないね、あいつは。で、ロック解除で、通る。で、これが多分、地下に行くとき使うかね。おー、ライトニングフォーク。マグナムか。マグナム、ここで来んのか。スターズ当て。できました。あー、これか。レッドのね。
遅いなあ。ちょっと早いね。ショットガンは変わらず。ってなると。よし。回復は一つある。あんま使いたくないが。まあでも火力が取れたのはでかいな。ぐるって回ってここ抜けて。どっちだろうな。いければいいな。さあ、通れるのか。よし、通って大丈夫そう。下は、ああだいぶ固まってますな。にゃーん、はい、外す。ちょっと一発いいか。はい。ちょっとさ、どっちみちまた戻ってくるからさ。よし、奥に見えたけど無視。あー、よし、やっぱ強いね。マグナム、ショット混ぜて。これいる？コンカッションあった方がいいんだよね。回復が一つで足りると信じて。よし、一旦これで準備は整ったと。いきますか、次ね。たださ、このセーブ回数とかさ、多分これ1回でクリアする人いるんでしょう。それ考えたってめっちゃやばくね。もう単純に辛いもん。マジ普通にさ強すぎよ。あ、そうだ、これは回転させて、はい、この状態。もうちょいしたらもういらなくなるからね。ライトニングフォーク、ショットガン、ライトニングフォークはなんか強化できるやつあるかな。あれ、特になし。お、あー、はい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 、こうだね。で、つけて、さあどれを強化するよ。おお、ライトニング砲強。へえ、早いね。長くなった。命中精度上げたんだね。それはそれでいいとして、でもね、もう使わないもんね。これだけ。よし。開かない。あ、反対側か。シェリーじゃないのか、こっちの場合は。最初見つけるのが。特に。何も。あら。よし、入った。いきなり毎回。いや逆にレオンよう耐えたな今の。いやいや、こっち
いやー助けれませんね。助けることはできませんな。どうせまた中心ぐるぐるでしょ。どう来る、どう来る。呼べ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 。まず削らんと意味ないしな。と言ってもそんな削れないか。弾切れた。目ん玉出してくれないの。よし、こっちの方向はさっき取ったから、次が取って取って、組み合わせね。分かってます分かってます。うっ、あべ、もう一つあんじゃん、もう一つあんじゃん、強いのが。やばいね。はい、よし、近い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 って、こっち、敵の速さはやばいな。こっち取った、どっちか、一回攻撃させてミス誘ってからのだよね。多分中心でぐるぐるしてるのが一番理想では。いやー、いやー、早いっすよ、早いっすよ。待てっつって待つバカがどこにおるかって言ったら、まだ足りないか。なんだなんだ、今のモーションなんだ。あー危な。よし危ない。まだかー、まだダメか。結構打ち込んだと思ったんだけど、もうちょいかな。ういー、よし、まだ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 、やべ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 。後ろ、いやー、たもうないからね、取れられてもね。おお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 ショットガン20発撃ったぞ。いやーちょっと待った。いやどう
やっべえなー。え、弾ないよ。マグナはちょっともったいなさすぎるでしょ。まあとりあえず行くか。はい、ガンパウダー、特にはあ、あったあった、ハーブハーブ、ティケットして直したいね、一回ね。これでアイテムはなしかな。いやーマジで欲しがりさんやったねー。何発打ち込めばダメージ与えるにしてもって感じだったしね。なかなかダメージ入んなかったし、ショットガンを多めに持ってて正解という感じかな。おお、サイドバック、さらに ショットガンの弾ができる、で出たよ、そうだね、こうしないとダメだもんね、弾が足りなさすぎる。マジか、理科用とかでちょっと残しとかないと何とも言えん感じになってきたね。さあとりあえずセーブ。まあボス自体はなんとか、ああいったね、いると思って大量に持ってきてたけど全て取られるというやめてくれって感じやな。さあこれで一度駐車場かな。社長、相変わらず鍵は車の中なんだろうね。なんかめっちゃ音するな。ないもんな。ダメだ、カードキーがいる。誰だ？気を抜かないで。銃を下ろして。FBI よ。どうも。ご協力感謝します。よくここまで来られたわね。FBI だって何が起きてる？悪いけど、それは機密情報なの。どこへ行くんだ？自分の命が惜しいなら、くだらない質問はよしてここを出るのね。おい！そう。話は終わってないぞ。新しいキャラが出てきたね。あ、こっち行ける？追っかけるとどうせ出てくるんでしょ、なんかどうせ出てくるんやから。
なんか嫌な感じしかしませんな、このパッと見。で、こっちはいけるのか。これ、相変わらずここはいけないんだね。じゃあ、追っかけていきますか。追っかけるしかないようだしね。さあ、どんな配置になってるのか。ってことは、あれ、出ますよ、今からっていう感じだよね。絶対お前動くだろ。さあ、地図月中。どうしたもんかな。打ってた方がいいかな。なんかやっぱそうな、開かない。ああ、ってことはこっちか。開かないね。開かない。これちなみに一応撃てる。よしよし、先にね。なんでわざわざこんなところに開かない。あーってことはなんかあるんだね。お、人。誰だ。いや、信じられん。普通の人間だ。いや、普通の人。ずっとここに。ああ、長かった。残ったのは俺たちだけ。いや、まだ何人かいる。あ、そりゃいいニュースだ。アイアンズの使いじゃないよな。アイアンズ社長のことか。まだここに。知るかよ。誰かに食われてればいいが。どういう意味だ。あいつにぶち込まれた。理由があったんだろう。ああ、そうさ。奴の不正を暴こうとした。おかげでこのざまだ。なあ、取引しないか。ここを開けてくれ。この駐車場のカードキーが必要だろ。悪いが、それは無理だ。まずは所長と話す。あんたも警察署の囚人みたいなもんだ。お互い助け合って一緒に逃げようぜ。くそ、来やがった。おい、何が来たんだ。つべこべ言ってないで逃げるぞ。こいつがいるんだろ。さっさとここから出してくれ。嘘だろ。誰だ。私よ。そんなもの抜けないで。一体何が起きたのか。一瞬のことで。ここを出るように言ったのに。ベンのように死にたいの。知り合い。情報提供者よ。私の捜査に必要な情報を持ってた。それじゃあこの男は。また何も言わずに行くのかよ。名前すら知らない。俺はレオン・ケネディ。出口を探すのね、レオン。手遅れになる前にまた話しましょう。エイだよ。取引成立か。いやー、エイが食えない感じやね。工具。どう分配。あー、これあれじゃん、所長のところあったやつじゃん。じゃあ次はそれを解放してっていうか、絶対これだよね。解放したら出てくるパターンじゃね。無理。ってことはこっち側かな。そうなると
はあ、アイテムねえ、さあどうしよっかな。セーブポイントはないしね、なさそうだしね。いってまあ行くか。一番はリッカーが出ないことを祈ろう。まず、あ、どっちみちこっちロックされてるか。まずこっちから。お、早速。備品廃棄。はいはい、これで。あれかな、前回と一緒だと多分トランクの車の鍵やね。よし、で開けることができないか。ショットガンの弾だけだね。リロードしといて、どうせまだ使えないしね。赤くなってるね。ああ、これは通れない。じゃあ回っていくしかないか。やったな。あ？マジか、またワンちゃん出てくんの？そうなったらワンちゃんの前にワンちゃん出てくんのか。マジかんで。あ、いった。ファースト、これ、あ、危ない危ない。捨てる。あー、ちょ、邪魔。アイテムが多すぎて邪魔だ。ちょっと一旦。ちょいっと戻る。これ、アイテム取れねえしなぁ。マチルダ用の弾が。弾がないんだよね。組み合わせて、預けて。ショットガン4発か。これは、うん、そうしよう。で、クランクね、多分使うんだろうね。よし、頑張ろう。犬こえーめっちゃ速いんだろうな、動き。あ、でもそうだね、ワンちゃんあそこ出てきて、そうだね、あのクリア編の時は公園ってか広場にいただけでさ、そんなに脅威を感じなかったけど、どうなんだろう、やっぱやべえのかな。照準絞らねえかんだ、きついよね。3匹いる。絶対さ、絶対これ出てくるでしょ、こういうのは。わざとらしいもんな、こういうところをいるの。よしよし、寝てろ寝てろ、そのまま寝ててくれ。
アイテムゲッチュの、どうせまた出てくるんでしょ、ここら辺歩いてたら。犬がいるところっぽいね、この隙間ね。いやー、あ、通れない。そこ開けたらいけるけど、なんか懐かしいね。懐かしいっていうのもちょっとあれなんだけど、どうせここにまたハートの鍵があるんでしょう。マジで、先に言っときます。G が出ますので、苦手な方は画面の下に。どうせ持ってるんでしょ。持ってないかい。いい、マジかよ。無駄遣いした。何かとレアなのに。はあ、マジか。ちょっと待った。まあ、どっちみちアイテムはゲットしないといけないから。おお、おい、そっから来てたの？いや、意外と粘るじゃん。ちょっとしまって下がれるようにね。いやー、無駄にしたな。よし、引っかかる。まあ、鍵がやっぱやっぱ暴れるんやね。アイテムなし。ダイヤの鍵があればもういい方。コンカッション、これさ、先にさ、よし、そうそうそう、おとなしくしといてね。そうだよね、完全に出さなければいいんだよね。違う、もう一つとない。ここはなし。ここもなし。どっちかが気持ち悪い。どっちかがね、どっちかが異常に気持ち悪かった記憶はあるんだよね。で、これ、組み合わせて。さ、使っちゃいましょう。さあさあ、応援してもらってるし、頑張ろう。マジで今日。第1話でマジで前半戦でもだいぶ消耗しきってるからね。いや、えぐかったー、あいつら。ここ、ちょっと待った。変電室なんでわざわざここで回復が出てくる。それもそれで嫌だな。ガンパウダーがなぜ出てくるのか。お、手に入ったね。はい、開けて中身を取り出す。絶対出てくるだろう、なんか。こっちは問題なし。水ね。いや、ここまでなんもなさすぎるのもな。
これでアイテムはなし。いや絶対来るよな、わざわざこういう一本道にしてるのがさ。あ、こう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 、お、来たん。やっぱ来ちゃうよね、ね。よし、よし、もうこっちは弾がねえんだ。でこの音楽が鳴ってるっていうことはさ、絶対来るだろその隙間な。来ないのか。来ないね。あーってことは、あ、やめろ。いいよ、顔出しいいよ。どっちどっち、いやー行っちゃうの。はい、いやー、いやー、マグナムは使いたくねえなー、この状況で。もったいなさすぎる。うおー、いてー、いてーし、動き早いし。あ、もういい、もういい、もういい、はい、もういい、もう、もうね、上等や上等。お、来い。そっかー。うわっ！よし、よし。いやー、あー、マジかー。めっちゃビビったー。勢い良すぎやろ。どうせここも空いてたんだろう。いや、マジビビったー。まだまだ。いないな。よし。いないね。よーし。通電、あー、こっち通れるようになったわけか。もうショットガンにするしかねえなー。はいはいはい、はいはいはい、ダイヤ使い、はい、で、とりあえず、あ、取らんでもよかったな、アイテムね。フィルム取って、あー、これはあっちからしか取れない。まさか、入ってこれるんだ。ね。はい。どうせ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 来るんだろうどうせ来るんだろう。どうせやったら、はい、ハゲチョビン、よし。いやー、若干あのハゲ具合が所長に似てた気はするけど、気のせいかな？いやー。はぁ、めっちゃ疲れる。だって、こっち通っていきたいな。とりあえず一回セーブしたいね。頃合いもいいしね。
ちゃうちゃうちゃう。多分どうせ上に上がってて進んでいくしな。マジか、あれ絞ってダメか。あ、リロード。はい、さあ、あと一匹は、さあさあ、こいこい、直線に投げ、バーン。はい、一発無駄。あー、もったいねー。全然直線がどうこうじゃなかったな。やべえな、俺絶対途中で今回詰むな。だってさ、前回のクレア編で出てた、地下の、ね、めちゃくちゃやべえやついたじゃん。あれ、絶対出てくるよね。出てこないわけがないよね。それ考えると、こうするしかないよな、もうね。やべえな、マジで弾。ああ、しかもこっちじゃないと。卵ほとんどないね。やばいね。よし。さあ、これは照準が、ああ、早くなったって感じか。うん。反動も抑えられる感じかな。感じとしてはね。じゃあ、ここの上に目指しますか。の前に一旦降りて。そうだね。ちょうど今セーブしたから、一回霧がいいんで、ここで止めちゃいましょう。ということで、動画を見てる方はここまで、ライブを見てる方はこの続きから次回やっていきたいと思います。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。それでは、また次回お会いしましょう。じゃあ、またな。